味には5つの種類があります。5つの種類がありますけど、皆さんが辛ラーメンを食べている時感じる味ってどういう味ですか？はい、辛ラーメンには味が大きく見て2つ、辛ラーメンじゃなくて韓国のラーメンに味が2つが入っています。辛い味と塩味ですね。もういろんなことを入れて作ると思いますけど、そのラーメンをどうやって韓国ラーメンをもっと美味しく食べれるかについて話してみます。味にはですね、5つの種類があります。僕がここで検索をしたんですけど、僕漢字がまだ読めないことがあるので、これで見ましょう。はい、この5つの味があって、最後に何と書いていたんですか？うまみ、うまみ、うまみ、うまみがないやろ。うまい味？まあそうやけど、うまみ、そうです、皆さん、うまみが入ったらラーメンがめちゃめちゃ美味しくなります。じゃあそのうまみってどんな味かとしたら、肉味のみたいな概念です。考えてみてください、皆さん。ラーメンにですね、牛肉の味が出る粉を入れたらどうなるのか。そうです、だしだ、柱っていうものがあります。はい、で持ってきました。はい、これが柱というもので、柱も日本で売っていることです。これ見てください、日本に売って、もうお城も日本語ちゃんと書いてるし、でこれ CJ 韓国で作ったことなんですけど、柱はですね、やばいです。これはこれはやばいです、皆さん。ほら、柱をラーメンに入れたら、ラーメンの味がめちゃめちゃ美味しくなります。はい、そうです。で、この柱は、そんな健康にいいことではないんです。うまみっていう味自体が、人工調味料、人工調味料、人工調味料にたくさん入っている MSG 味って言えますけど、タシダも MSG の種類やと言えますね。だから人工的に作ったものだと思いますけど、そうかな。でもこれ、何で作っ、お、いや、ちゃうちゃうちゃう、牛肉のだしですよ、牛肉のだし、ほんまほんま牛肉のだしで、あは、いろんなことに使えると思います。ここを見たら、コクうま、肉生姜、簡単おいしい、もやし、なんちゃら麺、もう書いていますけど、スパゲッティにもいいし、はい、でもこいつの使い方がちょっと難しいんです。こいつを 4g ぐらい入れたらいいんです。 4g がどのぐらいか、そしたら、あ、じゃあちょっとです、ちょっと入れたらいいんです。僕は全部感覚でするので、ちょっとだけ入れたらいいんです。こうピュッピュッピュッぐらい、これめっちゃ入れたら、あおあおあお、ちょっと食べにくくなるので、ちょっとだけ入れた方がうまいんです。うまみは、タシダは、はい、でこのタシダをですね、僕はどこで買ったとしたら、僕は普通にマートで買いました。
皆さんの周りのマットもダイエとか玉でとかもう泉屋とか行ってみてください。僕はこれを泉屋で買いました。ここに書いてます。4g ぐらい入れたらいいって書いていますね。ここを見たら、4g ぐらいを入れたら大丈夫らしいんです。皆さん、毎日毎日僕みたいな一人暮らしする人はラーメンをたくさん食べますけど、その後牛肉の味が出ると思ってみてください。いやー、これ牛肉食べるお金はないけど、まあ牛肉味は食べれること、いい時代じゃないですか。皆さん、僕牛肉食べるようにしてください。僕は牛肉味もいいんですけど、牛肉が食べたいんです。周りに好きやもなくて、まあとりあえずそうです。なので、ラーメンにこれを入れたらいいと思います。で、僕の考えでは、チャパゲティとか、チャジャンラーメン系とか、ブダコクメンみたいに、こう、汁がない、ラーメンには良くなかった、良くないと思います。汁がある、ちゃんと、こそ、みんなご存知な、その辛ラーメンとか、ノグリとか、がいいと思うし、で日本のラーメンに入れても美味しいんじゃないかなと思いますけど、僕個人的にこの豚と牛の味が混ぜるのをそんなそこまで好きじゃないので、なんか豚系の何かには入れないんです、でこれがですね、日本ではこの美味しい牛の味しかなかったんですけど、韓国ではなんか海産物の味もあります。でそれを入れて食べる方もいらっしゃいます。で普通にラーメンにそれ入れて、なんかカニとかちょっと入れて、なんかエビとかも入れたら安く海鮮ラーメンも食べれるし、いいと思います。そうじゃないですか皆さん。なのでめちゃめちゃおすすめします。でも健康にそこまでいいものではないから、皆さんがちゃんと考えて食べてください。でも僕は毎日食べています。だーだって匂いやばいんだ。まあそうです、はい、今日は簡単な話をしてみました。ラーメン、僕がですねラーメンをめっちゃ食べますけど、ラーメン好きだし、ラーメンにいろんなこと入れても食べるし、そうしますけど、なんかラーメン食べながらいつも足した方がいいって言うんですけど、それを知らない方が多いと思ってこの動画をちょっと準備してみました。辛ラーメンはもう日本でも今はもうどこでも手に入るし、手に入れれるし、なので足したも一緒に買って一回に挑戦してみるのもいいと思います。はい、皆さん今日はここまでです。なんか僕にしてほしい話とかがあったらいつでも僕に話してください。じゃあ今日はここまでです。皆さん今日も見てくれてありがとうございます。じゃあまた次の動画で楽しく会いましょう。でラーメン美味しく食べてください。あ、でカルボナーラ、その前の動画でカルボナーラのレシピを僕が話したんですけど、そのカルボナーラには僕入れたことがないです。だってカルボナーラ自体を僕がそこまで好きではないので、まあですけど、皆さんカルボナーラにも少し入れてみてください。もうほんま少しです、ほんま少し、ほんまちょぐらいです。で少しずつ入れながら味見ながら食べてもいいから、それだけ注意してください。でラーメンは健康に良くないです皆さん。じゃあ今日はここまでです。皆さんほんまにアンニョン。